っています。では聞いてください。いつも変わらない景色の中にいて、大切な言葉へ逃げなくなってしまうよ。生きてる意味もその喜びもあなた教えてくれたことで大丈夫だよって言える気がするよ。今すぐ会いたいその笑顔にあなたを包む全てが優しさで溢れるように、優しさ